収入は細かく記録いたしますわ。愛してやまないものを拾ったわ。ターゲットを排除する。
ここですわ。えい、来ますわ。止めてごらんなさい。どうか、お見舞いで。ジャンピオン。ニコが愛してやまないものを拾ったわ。回復したわ。ありがとう。私が持っていて良いのでしょうか。ニコが愛してやまないものを拾ったわ。収入は細かく記録いたしますわ。
すべて適切に保管いたしますわ。了解。サンダースイッヤッうっ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 カリン止めてごらんなさい。いいものを拾ったわ。収入は。不思議な…こんにちは、友
内がここでボンプの改造を依頼したのですが、私はそれを受け取りに、なんだかちょっと丁寧さに欠けるような、こんにちは、お友達がこちらでポンプの改造を依頼したのですが、代理で私が受け取ることになりまして、そういったことはできますか？イレギュラーな対応をお願いして誠に申し訳ございません。カリン、ここで何してるの？あなた様でしたか。すみません、カリン、今手が離せないんです。カスタムショップのオーナー様とお話しする練習をしていて、もう少しだけお待ちください。まもなく暗記できると思いますので。お店に物を取りに行くだけなのに練習なんている？そんなの別にアドリブでいいじゃん。ダメなんです。カリンは口下手ですから、事前に練習しないときっと間違ったことを言ってしまいます。もし何か誤解が生まれてしまったら、カリン、オーナー様に面倒なお客だと思われてしまいます。そうなったらカリンはもうオーナー様に合わせるお顔がありません。カスタムショップに出入りできなくなってしまったら、皆様のお品を受け取ることが、カリンはなんて役立たずなんでしょう。やはりどこか黒い隅っこを探して一人で消滅していった方がいいんです。そんなことないって。何もかも悪い方に考えすぎだよ。すみません、つい。大丈夫、私からオーナーに説明してあげる。本当ですか？でもカリンの事情ですのにお任せしてしまうなんて、そんな、もしよろしければカリンも同行させてください。頑張りますから。ありがとうございました。あなた様がいなかったら、カリン、まだオーナー様に話しかけることすらできていなかったかもしれません。本当に何とお礼を言ったらいいのか。カリンを必要とされることがあればぜひご連絡ください。あなた様のお力になれるのなら、カリンはどんなことでもいたします。